皆さんこんにちは、ゆめあです。今日は新学期始まったっていうことで、前回は筆箱の中身紹介、ここに出てると思うんですけど、筆箱の中身紹介をしたので、今回は私のお道具箱の中身を紹介していきたいと思います。イエイ。それではレッツキラキラ。キラキラ夢チャンネル、チャンネル登録よろしくね。はい、皆さんは何年生になるんですか？私は5年生になるんですけど、お道具箱は幼稚園の年少さんから使ってるんですけど、マジでもうめっちゃ使ってるから思い出深いですね。それでやってきたいと思います。はい、それではやっていくんですけど、まあちょっとね、これさすがに幼稚園の年少さんから使っててめっちゃ汚いんですけど、そこはちょっとねご了承ください。道具箱こんな感じです。こういうところ結構洗ったりしたんですけど、何回も進級するたびに全然落ちなくて、こう机でこう引いたりするから。じゃあそれでは開けていきたいと思います。じゃーん。いつもここにね、こっちの蓋の方に教科書を入れてこうやってやってます。私の道具箱はこんな感じです。じゃあまずこの下の方から紹介していきます。ここですね。これは最近買ったんですけど、マイネームペンと同じとこで買いました。パンダのセロハンテープなんですよ。めっちゃ可愛くないですか？こんな感じでこれを書いてもらいました。はい、次もちょっと汚い、セロハンテープなんですけど、これは4年生に入ったばっかりの時にもらいましたね。黄色のみんな持ってるやつです。はい、次いきます。ここはペン類なんですけど、まずこれは前の筆箱の中身紹介、結構前多分出てきたと思うんですけど、プロッキーです。これはですね、前は筆箱の中に入れてたんですけど、今はあんまり使わなくなったのでお道具箱に入れてます。次、桜フェルトペンの中字ですね。私はフェルトペン書写の時に使うのでこれ入れてます。次、これとこれは一気に紹介したんだけど、私たちの学校はホワイトボードで授業をするんですよ、たまに。なのでホワイトボードのペンが2本あってます。これは4年生の始まりの時にもらって、これは4年生の終わりぐらいにもらった。おお、すいません。次入れます。次ここなんですけど、これはこのさっき紹介したセロハンテープの詰め替え用なんですけど、もし中身がなくなったらめっちゃ困るから、ここにね一応入れてます。でちょっと最初に言い忘れたんですけど、ここはスケッチブックを引いてるんですけど、なぜかというとここの下のところが鉛筆とかでめっちゃ汚れて汚くなっちゃって、物までこう汚くなっちゃって、ほらこういうところ、それが嫌だったので引きました。次ハサミなんですけど、私は知ってる方もいると思うんですけど左利きなんですね。でこれは幼稚園の時にこの道具箱とね一緒のねもらったやつですね。黄色いみんな持ってます。次このハサミ、このハサミはですね、一回このハサミちゃんが行方不明になって、それでこれを買ったんですけど、これは家用にもねあってめっちゃ切りやすいですね。でなぜか2個入れてますね。で次ここはですね、いつも学校のいるときはこの下にマスクケースをここに置いてますね。バタバタしてる。これは予備マスクが入ってるやつなんですけど、濡れたりマスクがするからその時のために行ってます。ぴったりだったので。次じゃん、これは色鉛筆ですね。イオンで買った。ちょっと待って、バーン、見えるかな。普通の24色はこういうやつなんですけど、幅を取らないこういうコンパクトなものにしました。
これは5年生になるから新しく名札を買うんですよ。その袋をねそのまま入れてました。でこの2つはマスクケースなんですけど、これはですね買ったところは忘れたんですけど300円ショップみたいなところでもなんかサンキューマートとスリーコインズとは違うんですけどなんかそういう感じのところで売ってたマスクケースですね。指で入れてます。これはマスクケースのなんですけど自分で作ったやつでマスクケースじゃなくてなんか入れ物にもできるのでちょっとね置いてます。次ここですね。ここはまず三角巾が2個あります。これはおばあちゃんに手作りで作ってもらったやつなんです。ほっぺちゃん。次これここは2個ボンドなんですけど学校の図工の時間工作をしたりするときにボンドが必要なのでこっちはね木工用でねこっちはね工作材料をね強力粘着っていうやつですね。ここはティッシュとハンカチが入ってるんですけど私いつもハンカチ入れがちゃんとあるんですよ。あの家にあってそこからいつもね学校ピョって取って学校に持ってってるんですけどもし忘れたら困るのでここに入れてます。こんな感じで最後ここなんですけどまずここはちょっとねちょっと嫌だ髪これはねシトラスリボンって言って学校からもらいました。このリボンはちょっとねコロナ関係のことで。これは30センチ物差しです。これはですねこういう風にここをねこうやって立てとくことによって細かいものを仕切られるのでいいなと思ってしかも結構長い線を引くとき定規でいちいちやるのめんどくさいから使ってます。これね多分2年生ですね。めっちゃ字汚いもん。じゃあ伝えてほら見てこの字やばいマジで。でちょっとここをめくってみます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 ほらやばいでしょめっちゃグログログロ。一時期筆箱をね入れてた時とかあったんですよ。その時にめっちゃやば汚いと思って紙をねちょうどよかったので引きました。家のものとかもそうなんですけど全然収納力がなくてめっちゃ汚いんですよね全部。なので友達にやってもらいました。ちょこっとね付け足したりしてます。はいどうだったでしょうか。この調子で1年間綺麗に保つように頑張りたいと思います。もしこの動画が少しでもいいと思ったら高評価チャンネル登録お願いします。 TikTok と Twitter もやってるのでそちらも見てください。バイバイ、また見てね。